マールデーブは、北インドのラージャスターン地方、マールワール王国の君主。マールデーを、マールデーをとも呼ばれる。マールデーブ1511年5月9日、マールワール王国の君主ガーンガーの息子として誕生した。1532年5月9日、父、ガーンガーが死亡したことにより、マールデーブが王位を継承した。マールデーブは王となると、 西部及び北部ラージャスターン地方を王国のハントとして急速に支配下に入れた。また、1530年代にムガル帝国の皇帝へ、フマーユンとスール族の指導者、シェールハーンと戦っている時もさらに領土を拡大し続け、アジュメールをも征服した。このマワルデーブの領土拡大政策は周辺の他国とも戦争を引き起こし、メーワール王国や、 ビーカーネール王国などとの争いに発展した。だが、その勢いは止まらず、ビーカーネール王国の君主を戦いで殺害した。マールデーブは、ラージャスターンを中心に、中央集権化された大帝国の建設を試みていた。マールデーブの軍勢は実に5万人だったとされる。そして、1539年に、シェールシャーがスール町を創始し、1540年に、 皇帝、不満ンを、北、インドから放逐すると、彼は、マールデーブを脅威とみなした。また、殺害された、ビーカーネール王の息子、カリアンダーストビーム、マールデーブによって放逐された親族ビーラム、デーブといった敵対者が、シェールシャーの宮廷に赴いていたことも、マールデーブにとっては見過ごしがたかった。それはおよそ10年前のバーブルとサングラームシングとの対立にも似ていた。 こうして、マール・アール王国とスール朝の争いは避けられなくなった。だが、マールデーブは、デリーとアーグラを狙ってはいなかったともされる。彼らの争いは、主として戦略的に重要なラージャスターン東部の支配をめぐる、ものであった。1544年、マールデーブとシェールシャーは、アジュメールとジョードプルの間、三メールで衝突した。だが、シェールシャーの巧みな策略により、 マールデーブの軍勢に疑心暗鬼が生じた。1ヶ月後、マールデーブは退却し、残った1万の軍勢が、シェールシャーの軍勢に相手したが撃破され、敗北した。その後、敗北したマールデーブは、ジョードプルに戻ったが、そこも包囲され、砂漠をさまよった後、結局メイワール王国へと逃げた。だが、メイワール王に対抗する力もなく、ジットオルガル城の鍵を、 シェールシャーへと送った。1562年11月7日、マールデイブはジョードプルで死亡した。その死後、マールデイブの長愛した日の息子、チャンドラ声援が王位を継承した。テンプレート、マールワール王国の君主。ありがとうございます。